うお、大所帯になったな、ずいぶん。ずいぶん大所帯になったな、こうしめて。ちょっと待って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 。ヨッピととかさんレベルが低いんだけど、やたら。12と11か。火山の山頂。来たー。この先に大魔王の城があるぞー。BGM がやばい。不穏な BGM になってる。でね、ちゃんと見て、ピコ太郎と10日さんに変わりました。リリア様は健在です。何？おー、いいね、この画面。あれが大魔王の城。行こう、3人の仲間を助けに。そして大魔王を倒しに。おー勇ましいな。あ、たけし。お前結構なんか、いるな。たけし。むむむ。それにしてもここ暑いな。服を帽子合わせ、ベトベトだよ。じゃあ、スキーするかな。どうせ誰も見てないし。よし、脱ごう。もう君は僕だよ、探検家のたけしだよ。こんなのがあるなんて、たけしも相当だな。よくこんなの子来たな。記念にいいことをしてあげようよ。お宝もけど見えない道を行け。有名な探検家の言葉なんだ。じゃあ、またどっかで。まあ、これは、そのうちわかります。僕は多分無意識に行くと思いますけど。ですね、このとこで、上入れるだけで生きるんですよ、これ。お宝の場所。そう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 。どこ通ってるんですかね、これって。これって一体どういうことなんかよくわかんないですけど、ここ通れるんですよね。まあ、今は行かないんですけど。大賢者、上田社長行っちゃったね。寂しいな。心細いな。大賢者なんていなくても大丈夫。このピコ太郎がいるじゃない。あこのピコ太郎がいるじゃない。寂しいな。心細いな。どちらかといえば心強いのはリリア様、やっぱりリリア様が心強いのは相変わらずな。さあ、あと二人頼むぞ。ピコ太郎、ラブ&ピース。そういえばムカムカしてたんだった。そういえば俺ムカムカしてたんだったな、トムカさんに。結構昔だけど、おーい。これね、ちなみにね、僧侶がさえ状態上にならなかったら安全地帯なしでも、状態上回復できます。MP9 で全体をも正気に戻す。まあ、状態上回復ですね。カーム。なかなかね、実用性ありますよ。僧侶が止まっちゃ意味ないけど。はい、リリア様、ドン。いやいや、頼りになるのはリリア様なんだよな。アブさん来た。火山になんでアブさんおんねん。記憶力試してみよう。覚えてパレード。あ、大丈夫大丈夫。一問しか来ないから。これは楽勝。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。余裕だわ。さあ、通り過ぎる人を覚えて、何がいるかとか、そういうのやと思うけど。よし。大丈夫大丈夫。もういい、何回か。これはもう100発で勝つよね。うお、3時。炭治郎。ちょ、ルフィ、ニアース、たけし。ちょ、いっぱい出てきたな。街の人いっぱい出てきたな。うん。6人。それ6人です。イェーイ。たけしがギューって飛んでたからね。こう人数もあったのか。よし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 。おめでとう。いやいやいや、これは勝ったわ。イェーイ。アボさん、どこにも出んな。水。この4人でバーベキューするのか。まあ、料理人のヨッピーいるぞ。大魔王を知る前にバーベキューって。まあ、火には困んないよね。またそういうわけのわからんものを焼き始める。お前が食うや、それは。もう焼いたお前が食うんだよ。ドキドキ。ん？おえぇ焼いた本人が食えって、それはもう。だー大魔王の城までついに来ました。いや、来たねー。BGM が壮大だわ。さあ、いよいよ大魔王の城攻略を目指し。うわ。何？ん？わあ、それは分断、どうなんの？ヨッピーと、まあ、リリア様が向こうになら。ここで分断イベント起こるか。やっぱ、増えた仲間は分断されたな。半分って誰？誰がいんのこっち。
ピコ太郎とシュート。あー、こっち、そういうパターンか。いや、やるよ。こっちは、多分、僧侶がいる分大丈夫だと思う。大魔王の城。こっちは僧侶？自分が命令できる僧侶であるっていうのが最大の利点だし、ピコ太郎もそこそこ体験版の時代強かったからね。大丈夫だと思います。さあ、トゲトゲしてて薄暗くって、この城怖いよ大丈夫、私がついてるよ。危ない時は頼ってね、しおちゃん。もうしおしおちゃん、もうそんなこと言うような子だったっけ言わないと思うわ何これインテリデビル、やさぐれデビル、デビルと、なんかどっかの中ボスの時と雑魚敵と、なんかうまいこと親子で来ましたな。あ、ラッキー、やらせてもらおうぜ。馬、鼻息はい、吹き飛ばせ、やっちゃえ、吹き飛ばせ、火炎で、おお、やっぱお前が残るか。さあ、あとはどうする、しおちゃんか。あもともと馬で完結してたか。そしたらインテミル2体になったわいや、ここはからどうだろう、馬使えなかったけどね。しおちゃんがまあ単純な物理アッターかと仕事するから、なんて言った今、大丈夫かな。わあ、しお、待って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 、おー、危ねえ、ピコ太郎、うおー、何をしとるんだよっぴ、回復料理か、なるほどね。まあまあでもいいんじゃない、回復料理は。もぐもぐ、いやでも20しか回復してないんだけどあれやってみようかな、ちょっと余裕あるんで。パニッシュメント、パニッシュメントをこっちにして成功すればもうしおちゃんで終わるからね。行きましょう、はいはい、パニッシュメント即死、よっしゃ、来た即死が効いたわ僧侶にし、やっぱ僧侶は即死魔法が使えないとダメなんですよ。ザラキとかザラキとかねん？ 3 人でどうした、大魔王城広いね、これだけ入れて掃除大変そう。確かに大魔王城を掃除してるのは誰なんだろうね。下級の下のデビルだろうけどさ、もしかして顔を奪うのって怪物たちに掃除させるためなるほど、さすがにそれはないと思うよ自分のね、掃除のためにやっぱ俺が顔を取った方がいいってなったんかなんなんだボス戦、え、なに、あんだ、どっちの、あんだ、成長期の方だ、あんだ、え、後ろになんかいる、え、なにデーモンアンラ、かわいいかわいいなんかかわいいんだけど絶妙に顔がかわいいんだけど、なにこれなるほどね。でもヨッピー HP40 しかないの、なんでえ、なんで君たち HP ちょっと違いすぎない、なんで俺100あんのなんでヨッピーたち40しかないのどういうことなんこれ育成不足がたたったな、こんなのこで。しおちゃんカリカリ、いけピコ太郎、うおピコ太郎通常じゃ、おお、しおちゃん、え、不安はおる、気にしない、わあ、よっぴよっぴ回復料理になっちゃった大したことができてねえなこいつ。6闇落とす、消去保った、1516なんかもう自分とピコ太郎は大丈夫なんだな、 SP 高いから。ただな、なんか他の2人がなんか大して強くないのはなんでなんだ。しゅうちゃんもう落としていこう、シャーハイホーイ、あーそうなっちゃったか、塩の不満を煽る、気にしない、痛い、あー大丈夫大丈夫ピコ太郎、ティラーなんやこれはあれだろピコ太郎、あーよっぴーよっぴ、避けて、あピコ太郎みんな愛してるよピコ太郎がラブコールもらった。よっぴが、え、なに、宴会料理、これ、あれでしょ、全体回復だ。ちょっと待っててね。待ってる暇ないって一旦かかるんだけど。一旦かかるんですけど、それ。わあ、来た、宴会料理、あ、いいねー、料理に一応ヒーラーだからな、まあ。あんま回復しないな。あんま回復しないな。俺がやった方が早いな。まあいいや。自分回復してないからでしょ。
よし、ピコ太郎、しおちゃん、もうこれバシバシバシンよ。おー、いいね。なんで自分が一番こっちの強いの。あー、そういうことする。まあいいや。よっぴー、2回目だよ。よっぴー、2回目避けて。よし、なんか通常攻撃一番強いのがティラになってんだもん、今特に。おい、オッケー。通常攻撃がまさかの自分が一番強いからな。スキルレベル上がったんだけど痛い。ピコ太郎アンコール、オッケー。それはでかいね。この上がったステータス活かしてけ。はい。おい、120。通常攻撃で120出たらやばいな。だいたいヒーラーを務めるヨッピーし。自分がこの低たらくだからかな。信用されてないんだけど、自分のヒーラー。はい、もう一回。もう一回このね、通常攻撃をピコ太郎が出ますから、ハサミ打ちだ。いい感じ。え、何？おーおーおー、何この光景、じゃれる。MP 回復か。珍しい技みたいな。うにゃーって言ったから何かと思った。ティラの不安を煽る。気にしない。痛い。ピコ太郎？非常攻撃。ピコ太郎でも出るな。やっぱりアイドルでも出るな。基本的にヨッピーずっと回復料理してる、こいつ。ヒーラーがヒーラーしてないんだもん。自分が通常攻撃ばっかやってんだもん、だって。一番自分が戦士乱れてる。一番自分が火力出んだもん、だって。じゃじゃん！おっと、あい、ハブも。あ、これはいい感じにダメージが。はい、おい、オッケー！やったじゃん、みんな。排除完了！アンラー。ありがとう。アンラーが帰ってきたかー。アンラー完成されきってたらな。てか、アンラー久しぶり。ほんとに久しぶりだな、アンラこれでアンラーも戻ってきたわけやね。邪魔者を消して、うん、消したんじゃないよ。あの、ゲスタも消してないんだよ。隠したアンラー。ティラ来てくれたんだ。イェーイ、アンラーが戻ってきた。アンラティラテーテーだぞ。アンラーも一緒に戦うよ。でもちょっとだけ休ませて。宿屋行くんだね。大丈夫大丈夫。いやー、あんな来たかー。これで。あれ、もう一人いるような気がする。さあ、ボスも倒したってことで、多分、ふぅ、ハウルとメニアどうしてるかなということで、一方その頃、だよなー。こっちの方が大変だよな、ミヤルが。待っててもしょうがない。先に進もう。いや、こいつら大丈夫かなー。さあ、このパーティーを引っ張るのはリリア様ただ一人だと思うわ。いや、ティラがいなかったってことはもういないから回復役はいないんだよな、少なくとも。ああ、旅の疲れで倹約のムード大丈夫か？ちょっとなんで二人で倹約なムード起こってんだよ。ああ、リリア様？リリア様やっぱ引っ張ってほしいからね。うん、まあまあ。そうそうそう。リリア様頼むわ、引っ張ってね。頼むわ。さあ、鬼門の3人パーティー。リリア様、頼みます、リリア様リリア、頼むメガライトニングいいダメージなぁ。オーケーオーケー、2人落としていく見えるか見えるかも、そこそこ、戦えるだろ、お前。ね、3章の最後に仲間に会ったとはいえ、戦えるだろ、お前、それぞれ。行くよ、ちょっと待って。ビッグウェポンか。これ、どういう扱い？あ、銀の玉がでかくなった。おーおーおおおわぁ至近距離で撃った。よしよし、火力は十分、火力十分。リリア様、エスボゾン、ドン、あははは、やったー。これ大丈夫かな。3人でここまで来たけどさ、リリア様がどかん、暗いか。あー、暗いか、久しぶり。忘れてたわ、そういや、お前がいたわ。え、暗いか、何になってんの、何取り憑かれてんの。クライカの肖像画、かっこいい。かっこいい。クライカの肖像画かっこいいけど、3人でやんのか。リリア様引っ張ってくれ。このパーティーを引っ張るのはお前だ、リリア様。見えるかと、バカおバカうわぁ、結構食らうぞ。なぁ、もうお前たちが
もう揃えも揃ってミヤルカもトウカも揃えも揃ってよ。もうミッキーやトウカ、おおノリノリになったなや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 リリア様しか引っ張るやつがいない。 HP 振りかけあるから回復がいないからな。相変わらずリリア様安定ラテはリリア様ミヤルカ、トウカさんが偉いことになってる。うわうわ来る、よし行け100ポーイ、行けトウカ100ポーイ発射うわ強い強い強い100ポーイ言ってるけど強い、行きますわ。さらしここを避けたいね、ミヤルカ。はい、オッケー、頑張れトウカ、頑張れトウカ、頑張れ、ひゃっひゃっぽーい、いけいけいけ、発射強いな、よっしゃやったこれは今回ばかりはトウカさん頑張ったありがとう暗いか忘れてたわ君の存在をそういや暗いか、そうやった、まだやったな君あー暗いか、花や扇風機が大好きな花ね。やったな。この野郎花暗いか。あ、ここは確か大魔王についてこられて。それから、うー、頭が混乱する。先に手で休んでんね。いや、でもこれで、あと一人だね。やっぱ最後にあの一人か。あの一人は、あの一人か。